ヒーローズ、アワー。安定の五分五分分身で敵を蹴散らし経験を積み、どんどん強くなるテオさん。今回も最強を目指して頑張りましょう。それでは早速少しハードの敵をしばきます。前回苦戦したデッケイノがいるな。こいつ491も HP あるのでマジ厄介。そんなわけで開幕、了解。お、めっちゃ吹っ飛んだな。355となかなかのダメージ、了解は範囲狭いけど、マナゴしか使わないので便利。あとはマナ使い切るまで魔法使って楽勝。魔法のおかげで大した被害なくてよかったな。さて今回はフィールドで使える、タウンポータルの魔法で街に帰りましょ。この魔法は対価と同じで、クールタイムが7日必要みたいだな。日々文明はジグラットでマナ回復できるので、この魔法マジありがたいであります。超便利ー。さてマナ回復して準備完了、近場で新たにモンスが生えてきたので借りましょ。この辺りの雑魚ならもはや戦闘にすらならないぜ。じゃそのまま続けてポータルの先でも仮再開。お、こっちもスキップいけたな。ここはドックでゴールド船と木材5で戦艦が作れます。これで海も探索できるようになるな。まあ海は広いし、暇そうな他のヒーローに散策させときましょ。テオさんは狩猟の旅続行だぜ。そんなわけでイージーのポータルを襲撃じゃあ。敵さん結構うじゃうじゃしてんな。じゃあ新魔法行ってみるか。くらえー。包囲の雨ー。マナコスト14とちょい多いけど範囲攻撃。いい感じにまとまった敵に攻撃できたっぽいな。追加で五分五分分身で追い打ち。イージーの敵の割には苦戦してんな。敵の増援も出てきたし、これは魔法で援護しないと被害出るかも。だな。イージーの敵というか、多分こちらの予備戦力も踏まえた上でのイージー評価なのかもしれないねー。それだと総合力はこっちが上でも敵の方が多くなる場面も出てきそうだな。今後はこっちもそれなりに被害出るかも。微妙に被害を出しつつも、かーあったどうー。今の戦闘でポータルが行き来できるようになったので、早速探索してみましょ。あ、建物に青い旗立ってる。よその領地に入り込んでしまった。おっかないので帰りましょ。ビビって逃げるー。本格的に争う前にレベル上げじゃあ。さまよう中立者さん少しイージーが犠牲に。ゴブゴブ分身とアシッドアタックで軽くひねりました。楽勝でござる。マナも温存できたし、もう一戦いけそうだな。んじゃ、近くのイージー狩りじゃあ。戦いにすらならぬー。ターンをまたいで少しマナも回復したので、少しハードに突撃じゃあ。お、今回もデッケイノいるぞ、油断するなよ。くらえー、包囲の雨からのー、ゴブゴブ分身。必勝パターン入りやーす。魔法を使いまくってー、敵さんをジューリーン。この戦い終わったら、街にマナ回復に行かなきゃだな。あ、マナちょい余ってるから使っちゃえ、くらえ火の玉ー。マナ消費4の範囲魔法か、ダメージは控えめだな。マナしっかり使い切って、かーあったどうー。被害も少ないし、魔法使えば楽勝だぜ。じゃマナ回復に帰りましょ。この距離なら次のターンで帰れるな。とか思ってたら青の軍勢がすぐ近くに。難易度は少しイージー、やっちまうか？やっぱー、弱いうちに叩き潰しちまえー。今マナは自然回復した分しかない。魔法の援護はほぼないものと思えー。故に我らがなすべきことは簡単だ。目に映るすべての敵。一人残さず、ぶっ転がせー。マナがないからしょぼい魔法しか使えないぜ。敵のレベルは7、隠した相手に負けられるかー。やべえ五分がどんどん溶けてるぞ。負けるな、気合だー。レベル20のテオさん、レベル7の敵に73五分やられてしまう。侮った。横着せずにしっかりマナ回復しとけよかった。後の祭りー。さて街に戻ってマナ回復してクリーチャー補充しましょ。作るマックスあ、ついでに追加でヒーロー雇っときましょ。兵力はなくとも魔法は打てる。少しくらいは役に立つかもな。またさっきのポータルから敵が、ティガンさん、やっておしまいなさい。おいバカそれ不可能な敵だぞ。無茶ぶりしてやるなよ。猫好きな傭兵ティガンさん、にゃんこと共に突撃だー。真の猫好きは戦場ににゃんこ連れてこねえよ。なお、この大量のにゃんこはティガンさんのスキル、ボディーガードで自然と集まった、志願兵ならぬ志願にゃんこたちです。それじゃ街で作ったりするわけじゃないからコストはゼロか、コスパは最強だな。でもこのにゃんこめっちゃ弱い。ダメじゃねえか。
魔法の進化とか覚えればニャンコを別のクリーチャーに変身させたりもできるから、まあ今後化けるかもだよ。ティガン先生の次回作にご期待ください。はい、僕ティガンさんが心の傷を負っただけで、こっちの被害はゼロ、敵さんの丸損だな。若干卑怯臭いけど、これが戦でござる。さて、本格的な他国との争いも始まってきたし、テオさんをがっつり強化しちゃいましょ。100個超えの鉱石で、一気に強化。ではレベル上げを再開。安定のスキップ経験値。なお、暇なヒーローのメガネなんかは船に乗って散策したりしております。そういや、そんな奴もいたな。じゃ、そろそろ我が国も領土拡大といきましょうか。テオさん、北の関所に突撃だー。気合を入れて挑むモス通り。肩すかしい。ちょい進んだら少しイージーの敵を発見。獲物発見だな。でもヒーロー倒しても街で復活しちゃうし、先に左に見える街を奪っちゃいましょ。やっはー、敵のヒーローは不在。この街がいらないというなら我々がもらってやろう。ヒーハー、街を襲撃だー。超楽勝で街ゲット。我らの進軍はまだ止まらない。奪った街で兵士増強、そのまま進軍だー。スクルマックスー。行くぞー、お命ちょうだい。イージーとはいえヒーロー相手、今回は油断するなよ。あいよ、初手はクールダウンなのかの魔法のエッセンス。この戦闘中テオさんの呪力 20% アップ。まずは威力の底上げか。敵のレベルは15、でも主力かも。手加減無用、殲滅だー。くらえ、クールダウンなのかの、耐火ー。敵さん95点と持ってるから時間経つと復活してくるぞ。速攻で蹴りをつけろ。どんどん畳みかけろー。包囲の雨ー。魔法でゴリ押しじゃー。分身、エレメンタル、炎の一撃ー。おうおう、ドラゴンっぽいやつも黒焦げだぜ。やっはー、質も量もこちらが上ー。敵の主力を殲滅だー。まあ主力かどうかはわからんが、それなりに被害与えられそうだな。敵軍壊滅しせり。紫軍、これで弱体化してるといいな。さて、周辺施設を平定しましょ。戦闘にはなったが、所詮はただのイージー、ケチらせー。マナもまだ半分くらい残ってるし、余裕の早送り案件。てあー、めっちゃ増援出てきたー。雑魚っぽい感じはするけど、数やたらといるな。マナ使い切る勢いで魔法打ってるけど、意外と苦戦してるっぽい。さっきの敵ヒーローよりもこっちの方が強敵かもしれんな。もうマナがない、気合で乗り切れー。無事勝利。敵さん280匹ほどお亡くなり、少し危なかったな。そういえば青の敵ってどうなった？攻めてこないのか？こっちはクオラさんにテント張って防衛してもらうよ。テントは張ると動けなくなるけど、攻撃力と防御力がちょびっと上がるよ。そんなんもあるのな。そして青のターンになったら速攻襲撃された。おい。おい、レベルも兵力も負けてる。これやばいぞ。大丈夫、クオラさん何気にマナ100あるし。そこそこ戦えるはず。大いなる宇宙の力を知れー。水星衝突ー。この魔法は敵味方どちらにも当たり判定があるので、使いどころを選ぶけどダメージも高いしかなり強いよ。繰り返し上から降ってきて効果長いな。お次は弱っちいブーブーを分身。今度は精度の魔法でゴブたちの命中率をアップ。ランダムで一回使えるやつか、今回はゴブにちょうどいいのが出たな。中央での戦いは前線して膠着状態。押し込まれてはないが、まだまだ魔法での支援が必要だぜ。おうおう、後ろがガラ空きだー。いけー、風属性のエレメンタルよー。きゃー、大爆発だー。うろたえるな、お返しだ、水星衝突おかわりだー。でも爆破でだいぶやられちまった。援軍を出すぞー。って、雑魚のスライムじゃねえか。こんなんじゃ敵のでけえのにすぐ蹴散らされちまうぞ。ふふ、スライムとは仮の姿。クオラさんはこの魔法を習得しているのだ。スライム、進化ー。おうおう、ただの雑魚クリーチャーが進化したー。さらに戦力を増やすぞー。風属性のエレメンタル。おう、少し押し戻したか？敵はまだ増援が控えてる。油断するな。後ろに控えてるデカ物が厄介だ。だがまだマナは残ってる。水星衝突ー。よし、いい感じにデカ物の HP 削ってるぜ。うおうおう、かかれー、敵をぶち転がせー。なんとか膠着状態を維持してるけど、もうみんな満身創痍だぞ。いやまだだ、まだ戦える、回復するぞー、ヒーリングー。みんなダメージ食らいまくりだから、これはかなり回復できたんじゃないか？
いっけえ、敵も疲弊している最後はコンクラベだー。お、敵さんが交代していく、こりゃこっちの勝ちだ。おーおー、格上相手を退けたぞー。無事深夜歩者を撃退。ではこんなところで今回はここまで。面白かったと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。激化する他国との争い、気になる方はチャンネル登録してくれてもいいんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。